どうも、しょうちゃんベースいらっしゃい。ということで、今日はですね、しょうちゃんベースと言ったら、スイーツ紹介ということで、最近のセブンイレブンの気になったスイーツ、7種類買ってきました。今行っても売ってるかなっていうものを今回はチョイスしたんでね、皆さんに紹介していきたいと思います。では、最後までご視聴ください。どうぞ。では、一つ一つ紹介していきたいと思います。じゃあ、まずはですね、これでいこう。シュワッと滑らかフロマージュ。お値段は税込み213円です。カロリーが135キロカロリーございます。見た目はこんな感じです。中身はね、側面とかと変わんないです。いただきます。滑らかですね。シュワッとの意味がちょっと理解はできないけど。美味しいチーズケーキです。濃厚なんだけどしつこくない。この食感にしては結構落ち着いた印象があります。次、じゃあね、これ気になってるんですよ。チーズモコクリーム&ホイップ。お値段が税込み205円、カロリーが229キロカロリー。なかなかありますね。表面はね、すごくもちもちしてます。わ、クリーム結構パンパンに入ってるんじゃないかなと。多すぎないぐらいのクリームが入ってます。いただきます。もっちもちです。クリームが滑らかだけど濃厚すぎない。結構食べやすいです。結構美味しい。205円なら全然手出して OK って感じのシュークリームでした。結構まだあるからね。でかいの一徳。こちらカップでフレンチトーストメープル仕立て。お値段が税込み367円で、これ1個食べるとカロリーが462キロカロリーです。これは完食しないでおきます。ちょっと、あまりにも量が多そうなんで。フレンチトーストですからね。結構期待できるんじゃないでしょうか。美味しそうですけども。いただきます。結構ちゃんとフレンチトーストですね。いい意味でスイーツ感がないね。フレンチトーストって食後に食べるイメージがないのよ。1個が重いからね。朝ごはんにはならないんだけど、デザートには重いな、ぐらいの感じです。言ってしまうと、お店で食べない以上これってどのタイミングで食べるんだろうっていうぐらいフレンチトーストすぎて気になりますね、食べるタイミング。次はこれいこうかな。もっちりクレープカスタード&ホイップ。お値段は226円、カロリーが246キロカロリー。カスタード&ホイップ、どんな感じなんでしょう。見た目はザ・クレープって感じですね。とてもシンプルな見た目をしております。ほうほうほう、結構ダイレクトにクリームだね。シュークリーム食べてるような感じ。ただ生地がもちもちしてるから、カスタードも生クリームも大好きだよっていう人からしたら最高の一品かもしれないけど、クレープ食べたいなってこれを選ぶとちょっと違うかなって。次行こう。ならば次はチョコバナナクレープじゃ。チョコバナナクレープ、濃厚チョコクリーム&ホイップ。お値段が259円、カロリーが255キロカロリー。表面の見た目は全く一緒ですね。ただ触るとね、バナナがいるのがわかる。あ、全部ナイフで切ればよかった。めっちゃ可愛く切れた。いただきます。重い。これがクレープだよって言えるクレープだね。チョコバナナクレープが食べたいって思った人は新聞にこれで欲を満たせると思います。コーヒーロス、コーヒーロス。俺、おじいちゃんだったらこうなりたいな。うめえな、これも。うめえな、これも。今日ご飯まだかの。次はこちら。これは新発売だな。フレンチクルーラーキャラメル。お値段は1個149円。カロリーは324キロカロリー。今までの見てきた感じだと、これはコスパのいい。目で見るとキャラメル色なんですよ。ただ、携帯で撮った写真がすんごい黄色いね。せっかくならナイフで切りますか。いや、切ったって何の変哲もねえなどって思って見てみたら、こちら、クリームが入ってる。めっちゃ美味しそうなクリームが入ってる。この手法はスタバしか使わないと思ってたんだけどね。うま。僕がフレンチクルーラー好きだっていうのがあるのはもちろんなんだけど、うますぎます。いや、今回ね、ここまで結構スイーツらしいスイーツを食べてきての、あ、スイーツだけどパンみたいなドーナツ、なんとなくこれを一番美味しいスイーツですって言いたくないというか、このラインナップであそれなんだってなるのはちょっとあれかなって思って、1位ってこともないからいいかって思ったけど、ごめん、暫定1位です。まだね、ブラジルプリンがあるけど、食感、中のクリーム、味の濃さ、
もうパーフェクト。これは最高。さて、さてさて、さてさて、最終。さてさて、さてさて、糖質を取りすぎてきた最終決戦。お相手はブラジルプリン。お値段は2分だですね。267円。これも新商品だったわ。お値段は間違えた。カロリーは187円。間違えた。皆さん、糖質をね、短時間で取りすぎると人間バグるんで気をつけてください。カロリーは187キロカロリーですね。見た目が可愛いですね。出す時にちょっと触ったんだけど、結構プリンはね、固め、しっかりしてる感じ。イタリアンプリンってこんな感じだなっていう記憶なんですけど、これブラジルプリンなんで、ブラジルプリンをそもそも何なのか知らないんで調べてみます。日本でもプリンを提供するお店が増えていて、これから人気が高まりそうなスイーツなんですよ。プリン、プリンは正式にはプリンジレイチコンデンサードピューリムデイライトコンダンサドーという名前で、ブラジルの公用語であるポルトガル語で電球のプリンという意味があります。その名の通り、電球を使っているのが特徴です。簡単にまとめると、練乳を使ったプリンのようなブラジルのスイーツがプジンという名前で流通しているようです。ブラジルプリン、いただきます。プリンです。カステラのね、食感がちょっと入ってくるんだけど、すごくプリンですね。プリンとさ、カステラ生地がこう混ざるってくると、おそらく本場のブラジルプリンを食べてる時と同じような食感なのかなっていう推測ができました。ごちそうさまでした。セブンのスイーツ7品を食べたわけなんですけども、1位は言うまでもなくキャラメルフレンチクレールでした。ああ、皆さん気をつけましょう。糖をたくさん取りすぎるとバグります。やっぱり中にクリームが入っているドーナツっていうのはね、嬉しいよ。チーズモコもやっぱり美味しかったですね。セブンのモコは芋とかチョコとかイチゴとかそういうの食べてきて全部美味しかったんで、やっぱモコシリーズは外さないなと。そしてね、モコシリーズ200円ぐらいでクオリティの高いスイーツが食べれるっていう感じなんで、これもまたコスパのいいセブンスイーツだなと思いました。ということで、皆さんも気になったものがあったらぜひ買ってみてください。ということで、翔ちゃんベースチャンネル登録と、そして高評価コメントよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you again!